妖日フェスタ2024開催。おこんばんは、乙女レニアです。妖日イベント情報、画集、フェス、コミケ、サンキーを誰よりも熱く語りたいと思います。チャンネル登録3000人目指してるのでチャンネル登録お願いします。まずは妖日友瀬先生2年生編アートワークスの画集の表紙が公開されました。それがこちら、なんかすげー。友瀬先生絵が進化しすぎ、初期と全然違う。まず見てほしいのは坂柳、ちゃっかり綾小路の隣座ってる。見てよこの表情、私が隣当然ですよ、ドヤー。その表情が俺のハートにオラ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 。白ニーソからのお膝がたまらん、太ももからのベレー帽、綾小路の隣かわいい。やっぱりヒロインはソファーなんだよ、ソファー座るんだよ、お前ソファーかーい。なんなの龍炎、ヒロインなの、何このメンツでヒロインレース参加して優位に立ってるのよ。おい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 、龍炎が匂わせてるよ、綾小路と匂わせてる。お揃いコーデに同じセンター分け、二人ともキリッとした顔でラブラブじゃん、もう付き合えよ。そしてまさかの龍炎さん、裸足で靴、寒くない？そして綾小路から最も離れた場所にいるのは堀北、赤い瞳の流し目、クールビューティー、垢抜け、やばー。一匹狼感かっこいいな。そして綾小路と坂柳の間にいるのは軽井沢、顔を抑えてニヘラ顔、ベリーキュー、可愛い髪型ポニーテールで俺の心にアイアンテール。なんで清隆の隣隣れてるのに余裕の表情、これが清隆とケイのやってるー、やった余裕か。一人だけ青シャツで目立つのも軽井沢らしい。そして綾小路の一番近くにいる女、それは誰だ、一ノ瀬だ。一ノ瀬隣、一ノ瀬隣、今一番綾小路に近づいている一ノ瀬が隣に、なんか怖えよ。隣にいるだけなのにちょっとした恐怖を感じてしまう。一ノ瀬のこの余裕の表情もいいし、太い太もも、バカ野郎、太ももは太いからいいんだろうが、後ろから綾小路のこと触れそうな距離感、一ノ瀬もおかばばばばばば。そして唯一の一年生七瀬が来た。意外や意外、ここで七瀬。七瀬は綾小路パパが学生生活楽しんでと退学させる気ないのを知っていたキーパーソン、3年生編の重要人物になりそう。そして秘宝日和がいない。アイリーがいなくなって次日和ですか、日和がいなくなるんですか、怖えよ。七瀬の表情も、私ここでいいんですかみたいで面白い。そしてこのイラストを見てもう一つ気になった点があるのが、堀北の胸ナーフされてる。着痩せするタイプ、もっと大きくなかった堀北、絶対ナーフされてるよ。ヒロインなんだからもっと綾小路を誘惑してくれ。そして隣の七瀬、胸でかー、後輩制服からでもわかる大きさ、おっきいな。軽井沢負けてるよ、頑張れ軽井沢。そして坂柳のクラスは A クラス、胸のサイズも A クラス、まな板すっかすかやで、太ももが AT からいいんです。最後は一ノ瀬、一ノ瀬やばー。規格外規格外、制服の上からでも主張する、おっぱいいっぱいでっかい、イエーイ。おっぱいだよおっぱいだよおっぱいだよ、でかすぎんだよ、坂柳の顔ぐらいあるよ、優勝ビクトリー。でもこの中で一番エロいのは龍炎、胸元開けてセクシー、綾小路とゼクシー。いや素晴らしいイラスト、テンション上がります。このイラストがなんと妖日フェスタ2024ではタペストリーとしてもらえる、限定グッズ付き入場券5500円、結構するね。グッズなしだと1500円で入れて、開催場所は有楽町、都心なので地方民は辛いね。俺は東京都高度育成高等学校出身だから大丈夫だけど、地方に住んでる人からしたらこれ結構辛いよね。展示の内容としては、カバーイラストコレクション、ストーリーイラスト展示、スペシャルイラスト展示、等身大メインビジュアル展示、入場特典として衣笠先生書き下ろし16ページ小説に、自宅で挑戦する謎解きキット、オリジナル文庫掛け替えカバー、シール付きブックマークがもらえます。スペシャルイラスト展示ってあれかね、雑誌の書き下ろしイラストとか飾るのかな。まあバカでかいイラストたちが見れる展示会です。さあここからグッズを見ていこう。まずは友瀬先生の画集特典、妖日フェスじゃなくて画集特典の方から見ていきましょう。さあ友瀬先生のイラスト画集、通常の定価料金は3520円だけど、いつも通り各店舗で限定版のグッズが出ております。まずは虎の穴、茶柱さえの B5 アクリルボード付き、6300
320円。いやー、このメイド服の茶柱イラストが見れる、これはいいですね。虎の穴めちゃくちゃ欲しいよ。俺この茶柱のね、口絵めちゃくちゃ好きなのよ。これ妖術の中でもトップの萌えシーンじゃない？それが虎の穴限定で来るか。さあ続いてメロンブックス様、坂柳アリス A4 アクリルパネル、綾野浩二清高&一ノ瀬ほなみ B2 タペストリー付き、メロンブックス超限定版、坂柳の告白来たー。ここで A4、 坂柳の A4 アクリルパネル欲しいな。この坂柳の告白シーンですよ。坂柳推しからしたらこれたまんねえよ。そして一ノ瀬さんが綾野浩二の頬に触れるね。これがタペストリーでついてくる。ただ今見ても一ノ瀬の高揚している頬を赤めてる顔いいな。そして普通の限定版だと一ノ瀬と綾野浩二清高の B2 タペストリーのみとなっていて、坂柳はついてこないんだよね。これは超こっちかな。定価11,700円、結構する、高い。 B2 タペストリーだけだと7,370円。坂柳の可愛らしい顔と一ノ瀬のおっぱいがついてくんでしょ。これこっちかな。さあ続いてゲーマーズ様、綾野浩二清高&軽井沢系B2 タペストリーに堀北と七瀬の収納ケース付き、ゲーマーズ超限定版。ここでコルク銃でカッコつける綾野浩二。このタペストリーコルク銃なんだぜ、こんなにカッコつけてんのに。そしてショートカット堀北に七瀬か。特製収納ケース、複製サイン入り、サイン入りなんだ。へえ、いいね。収納ケースのみだと4620円で、B2 タペストリーがつくと6490円。あんまり値段変わんないから上の方買った方がいいと思うな。さあ、続いて各店舗で買った特典としてついてくるのが、虎の穴は。さあ、続いて虎の穴は、串田がボコボコにされてるイラストです。いいですね。天沢と串田のイラスト。これは何？ B5 のクリアファイル。髪の毛掴まれてボロボロ。いいね、いいね。串田さんがボロボロ反抗心剥き出しの目で見てんのいいわ。そして余裕そうな甘さは、俺はもう最近串田推しだからこのイラストめちゃくちゃ欲しいよ。そしてメロンブックスで買うと椎名日和の A4 クリアファイル、しかもサイン付き？ちなみに誰のサインっていうのがあるけど、多分声優の高橋理恵さんだよね。複製サイン入りっていうのが結構あるけど、誰のサインなんだろう。衣笠先生、友瀬先生、それとも声優の皆さんなのかな。まあ、椎名日和だったら高橋理恵さんだよね。この夕暮れ日和の躍動感、髪の毛ふわーがいいよね。しかも後ろで手組んでさ、バッグ持ってんの可愛すぎない。そしてゲーマーズ特典では串田桔梗、串田桔梗の A4 クリアファイル。串田ちゃんもっと人気出てよ、桔梗ちゃん。なんで毎回特典なの、グッズないの、串田の。マジで綾野浩二と串田のラブコメ展開がめちゃくちゃ見たいんだよ俺。このイラストの破壊力忘れらんないんだから。見てよこれ、マジ丁寧。浴衣姿最高じゃない、この胸。ゲーマーズでもこの特典欲しいな。そしてアニメイト様だと A4 サイズリバージブルビジュアルボード、ビジュアルボード、仲良し3人組でスキーする演出と、みんな大好きナグモちゃんがついてくるね。ナグモちゃんついてくんの、これ買うしかないでしょ。アニメイトで決定だわ。まあ俺としてはメロンブックスかなーって、もうちょっと迷うって感じかな。さあ続いては妖術フェスタ2024のグッズ紹介をしていきたいと思います。まず地方民に朗報なんですけど、イベントグッズは会期終了後事後物販も開催予定ということで、行けなくてもグッズは買えそうだね。さあそして今回のグッズはこちら、妖術クリアファイル3枚セット無人島編。七瀬の胸デカー後輩に一ノ瀬の当ててんのよ。そして桐生院と綾野浩二のバトルモノ、無人島の名シーンイラストですね。さあ続いてこっちが茶柱先生萌え最高メイド服、そして佐藤の萌え萌えキュンズキュン、ハートにズキュンズキュン、可愛いよなここの佐藤。そしてワンメイのメイド服姿、赤色特別可愛すぎない、これセコいよね赤い服って。そしてお姉様松下、松下美人、なんで全然イラスト増えないんだ、松下欲しいよさあそして続いてのクリアファイル3枚セットはこちら、躍動感あふれる堀北のバレエいいよな。そして軽井沢のやってる写真に浮気綾野浩二に一ノ瀬、こちら3枚セットが全部で3つ、値段は1650円。はい、続いてタペストリー MFJ 妖術タペストリーから、七瀬と軽井沢の浴衣姿ダブルポニーテール、
一緒に屋台歩いてチョコバナナおごりたい。さあ続いてのタペストリーは坂柳と森下のアイドルタペストリー。何これマジ可愛いよね。見てよ、二人でハート作ってんだぜ。最高かよ。森下はここ最近めちゃくちゃ出てくるキャラで、ね、キャラもいいキャラしてるから面白いよね。そして謎の猫推し。そして見てよ、この二人ね、実は後ろで手繋いでるんだぜ。これ最高すぎない？続いてのタペストリーは椎名日和と椿桜子。椿ちゃん、エロー。椿はエロいんだよな。全然出番ないけどエロいのよ。飴舐めてるシーンの口絵とかめちゃくちゃいいよね。そして日和の水着は可愛い。可愛い水着なのにめちゃくちゃ大胆じゃない？短すぎない？どっちも上も下も短い。日和が浮き輪持ってるの完全に解釈の一致だわ。こちらのタペストリーそれぞれ4,400円。そしてもう一つのタペストリーがカップルイラストタペストリー。こちらハロウィンの龍炎と綾小路、こちらも4,400円。さあ続いてはアクリルスタンド。これは妖術がナンバーワン取った時のあれですね。このライトノベルがすごいナンバーワンの時の軽井沢と綾小路、このイラストどっちもいいよね。一ノ瀬と朝比奈の浴衣姿のアクリルスタンドに猫耳萌えのアホの子いぶき、そして堀北からのアイドルたちのアクリルスタンド。こちら全部で1,650円。そしてでかいバージョンが5,500円。アクリルスタンドはアクリルジオラマ版もあるからそちらも見てみてください。さあ続いて来場記念メダル。何記念メダルって。軽井沢ニヘラ顔。これ全員そうだね。画集の時のイラストたちのメダル。続いてポストカード6枚セット550円。こちら安いポストカード。俺はこれ坂柳の表紙めちゃくちゃ可愛いからこっちのバージョン欲しいな。さあそして軽井沢一ノ瀬坂柳は特別スペシャルグッズが用意されているみたいです。内容としてはブランケット、アクリルキーホルダー、メモ帳、アクリル、マルチスタンド、マカロン付箋、ブックカバー、11,000円、かなりするー。うわーこれ迷うな。坂柳バージョン買うのかな。軽井沢一ノ瀬坂柳三大ヒロインたちのグッズが揃ってるみたいです。で他のガールズたちはこっちのガールズ版っていうのに飛ばされるみたいだね。11,000円か、いい値段するな。そして綾小路清高バージョンもあるんだ。俺としてはね、1万円ぐらいで済ませたいけど、これ一つ買ったら11,000円で予算超えちゃうな。迷う。とりあえずイラスト出てきてからでいいかな、買うの決めるの。まだまだ新商品も続々追加予定らしいので、俺は櫛田のが欲しい。さあ続いてはコミックマーケット C103。ようこそ実力至上主義の教室へのグッズが出るそうです。それが坂柳と椎名日和と茶柱さえの書き下ろし抱き枕カバーが登場。そのイラストがこれ。おい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 、これやりすぎだろ、エロー。見てくれ見てくれよ、この3人のイラスト。まずは茶柱。おいおい、なんだこの茶柱のトローンとした顔。茶柱でこの表情はギャップ萌え、反則だろ。見てよこの表情からの紫のブラジャー。おい、脱がしすぎ。見るタイツがエロいのよ。このトローンとした表情の茶柱たまんねえ。そして裏面は裸ワイシャツ。裸やん、裸。なんだこれは、何が起きているんだ。茶柱さんアウト。こんなの歩く高速違反だろ。茶柱ニーソがたまんねえ。茶柱のこういう時の表情マジセコいんだよな。さあ続いては坂柳。見てよこの坂柳の表情、覚悟を決めてるというかトローンとした顔。安定の絶対領域ガーターベルトが俺を惑わす。この坂柳の表情、特別授業の時の綾小路視点はこんな感じだったのか。完全にあのシーンを再現できる抱き枕カバー。こんな時でもベレー帽つけてる。そして手は猫のポーズ、にゃんにゃん、かわいい。坂柳だけなぜか露出が全然少ないんだよね。もっと露出してくれ。最後は真ん中日和、まさかまさか日和が脱がされた。いや意外や意外、日和ですよ。ここで抱き枕日和。完全に乱れた制服。ここブレザーまで着てんのがポイント高いわ。そして見てよ見てよ、下を見てくれ。生足とニーソ交互、これはフェチがすごい。今まで全く露出のなかった日和が、まさかの日和がセクシー担当になってて、なんか複雑な気持ち。裏面の日和完全に下着。このイラスト抱き枕カバー気に入った人はぜひコミ
ックマーケットで買ってください。さあ、続いてはようこそ実力至上主義の教室へ1年生編完結。3期のアニメについてついに放送日が決まりました。その放送日はこちら、2024年1月3日毎週水曜日 ATX 最速で10時半放送。東京 MX は同じく1月3日の毎週水曜日23時30分、そして BS 日テレは24時半から。ついに妖術3期がもうすぐ始まる。早いね。1月3日って冬アニメ一発目ぐらいじゃない？先陣バッター妖術が切るの？さあ、妖術のアニメどうなんだろうね。見て、ここの綾野浩二はめちゃくちゃかっこいいじゃん。結構作画いいのかなって思うんだけど、意外と PV 見てると不安な部分が大きい。キービジュアルの第2弾見ると意外と安定してないんだよね。透明でこれかーって。ただ軽井沢がめちゃくちゃ可愛く描かれてる。ここは完全に気合入ったよね。妖術1年生編の3学期といえば、やっぱ坂柳だから坂柳を大事にしてほしい。まあ、妖術のアニメ1期が放送終わってからね、2期は来ないなって諦めてたからさ、3期まで作ってくれるだけでマジで感謝だわ。本音を言えば音声だけでも俺嬉しいもん。ドラマ CD だけでも嬉しいよ。ただやっぱアニメ3期続編やりますって言われたら作画求めちゃう自分もいるのね。ただ大前提、感謝を忘れずに見たいと思います。さあ、いかがだったでしょうか。妖術情報、これは妖術3期に向けてすごい妖術が盛り上がってるね。ここぞとばかりに特典だったり商品出してくる。最後まで動画を見てくれたあなた、チャンネル登録3000人目指してるのに、チャンネル登録動画伸びるようになるので高評価、そしてチャンネル登録お願いします。最後に一言言わせてもらうなら、一ノ瀬妊娠してる。